キューピー3分クッキング、こんにちは。今日は大人気のオムライスをご紹介します。卵にマヨネーズと牛乳を混ぜてふんわりとろっと仕上げていきます。では早速ケチャップライスからです。まずフライパンですね、温めてあります。そこに油を入れてみじん切りの玉ねぎを炒めていきます。はい、のオムライスというと本当にお子さんにももちろんのですけど、大人にも大人気のメニューですよね。そうですよ ね、私も大好きです本当にこれが、ね、美味しく作れると本当にお腹空いたって時に重宝するんですよね、はい、またこのまずはケチャップライスが美味しく作れると美味しさにつながりますよね、はいはい、そうなんです。ではこのように卵取りがしてきたところで鶏の1センチ角に切ったものを加えて炒めていきます。はい、これから待ってると美味しく感じますよね。そうなんです。今日はそのコツをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います、はい、まず鶏肉が炒めて周りが白くなるまで炒めていきます、はい、あ、徐々に色が変わってきました。そうですね、ここまで来たところでマッシュルームの薄切りです、はい、マッシュルームは5個から6個分です、はい、鶏肉とマッシュルームと玉ねぎというこうシンプルな具材ですけども、それでもケチャップライスというのは美味しくなるんですよね。そうなんです。玉ねぎにも鶏肉にもマッシュルームにも旨味がいっぱい含まれていますよね、はい、なのでこれだけで美味しいケチャップライスに十分になるんですよ。うん、はい、全体よく炒めてマッシュルームに油が乗ったところでここで味をつけてきます、はい、塩が小さじ3分の1杯、はい、胡椒、胡椒が少々です、はい、そしてワインです。はい、白ワインが大さじ2杯です、はい、そしてここでいつもはご飯を入れるんですが、はい、私はここでケチャップを入れます、はい、あ、ケチャップをここで入れるんですね。トマトケチャップ2分の1カップ分です、はい、ここで旨味をケチャップに移すとともにケチャップの水分を飛ばして、はい、パラッとしたご飯をケチャップライスを作っていくんですね。あ、なるほど。までにとっても時間がかかってしまってご飯がベチャッと潰れてしまうんです、はい、うん、そしてしっかりと煮詰めて、はい、このぐらいまで煮詰めてください。はい、だいぶ煮詰めるんですね。そうなんです。そこに温かいご飯です。ご飯は温かい方がほぐれやすいんですね、はい、なのでこのようにヘラを縦に切るようにしてご飯を混ぜ合わせていきます、はい、ここしっかりとパラッと全体にケチャップがよく混ざるまで混ぜてください。はい、はい、温かいものがいいですね、はい、そうなんですね。そしてこのぐらいまでケチャップ全体ケチャップライスは出来上がりです。あ、パラパラという感じに仕上がるんですね。そうなんです、はい、このぐらいまでよく炒めてくださいね、はい、うん、はい、では早速卵、はい、今日1人分卵は2個です。1人分ずつ作る方がいいですかね。そうなんですね。ちょうど2個入れますとくるっとよくですね、はい、そこにまず卵白と黄身をよく切るように混ぜます。そこにここでポイントで牛乳です、はい、そしてマヨネーズ、それぞれ大さじ1杯です。塩、胡椒です。牛乳とマヨネーズが入るんですか。そうなんです。卵の中に水分と油を入れるとふわっと仕上がるんです、はい、とってもね上手にできるんですよ。卵がふんわりと仕上がると本当にオムライスって美味しくなりますもんね。そうですよね。子供にオムライスを作ってほしいって言ってとろっとしてると本当に喜ぶんですよね、はい、はい、このぐらいよく混ぜ合わせておきます。フライパンは熱しておきます、はい、フライパンの大きさも20センチから22センチぐらいのものを使いますと上手にくるめますよ。はい、バターが大さじ半分です、はい、ここでバターを溶かします。このフライパンの縁までしっかりと油を回すようにしておいてください、はい、しっかりとバターを溶かしていきます。全体に行き渡るようにするわけですね、はい、そうですね。でほんの少し残ってるぐらいでも卵を入れます。はい、卵が入りました。はい、ここでゆっくりと混ぜながら、はい、ヨーグルト状の半熟にしていきます。はい、火加減というのは、火加減は中火より少し弱いぐらいの火で、はい、ゆっくりと落ち着いた気持ちで作っていくと子供が喜ぶとろっとしたオムライスになってきますよ。なるほど。あ、こう中が徐々に、はい、とろっとなってきましたね。とろっとしてきましたね。そしたら周りにご飯が包みやすいように周りに卵をぐるっと回していきます、はい、
そしてほら、この火を止めてしまうんです。あ、止めていいんですか。そしてここにご飯を乗せます。はい、はい、ケチャップライスをではくるんでいきます。はい、火を止めますとね、はい、卵ってすぐ火が通ってしまうので、落ち着いてできるんです。そしてここで、この状態でもしも卵がくっついてるようでしたら、はい、ここで火をつけてください。はい、はい、そしてこのように、ほら、こういうふうにしていくと、はい、あ、くるまっていくんですね。あ、ちょっと、こうするとうまくくるめるわけですね。そうなんです。意外とこれが難しいんですよ ね。 そうですね。そしてまだちょっと下の方が生の場合は、ここで火をつけて固めます。はい、あ、そうするとこう失敗なくうまく作れるわけですね。そうなんですよ。そしてここ、これからお皿に盛り付けるんですが、はい、お皿をパタンと倒すようにフライパンをするので、はい、このように手を持ち替えるんですね。あ、手を持ち替える。そしてお皿をこうして、そしてパカッと裏返します。おお、綺麗に盛り付けました。はい、そして今度、あとはこのペーパーでオムライスの形になるように、ここで形を整えると、お家でもほら、あ、綺麗な形になりましたね。オムライスになりますね。はい、そしてケチャップをとろりとかけて、熱々をどうぞ召し上がってください。はい、卵もふんわりと仕上がっています。では材料をご覧ください。鶏むね肉、皮なしのもの1枚 200g、 1センチ角に切りました。玉ねぎは2分の1個分みじん切りです。マッシュルーム5個から6個スライスしました。これらを炒めていきます。塩小さじ3分の1杯、胡椒少々、白ワイン大さじ2杯、トマトケチャップ2分の1カップです。水分がなくなるまで煮詰めていきました。ご飯、温かいもの 550g です。卵は今日は2個ずつ使って1人分で作りました。牛乳は1人分で大さじ1杯、マヨネーズも大さじ1杯です。塩コショウは少々です。とろっと卵が出来上がったところにトマトケチャップをかけてお召し上がりください。オムライスご紹介しました。